清水隆と奥村幸のうちの茶の前へようこそ。さあ今日も始まりました。僕たちのこの番組はまるで昭和の茶の間からあなたのお家にいらっしゃる、そうあなたとおしゃべりを交わしているような番組でお送りをしたいのです。お茶とお菓子などご用意をしていただいてごゆっくりとお付き合いください。さちさん今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ね、今日もはい、ね、はい、前回同様、はい、よろしくお願いします。はい、会長に来ていただきました、はい、ありがとうございます。はい、株式会社ドクターズファーマー、はい、CEO 代表並びに感謝株式会社代表取締役でもあられます、はい、川端秀吉に今日も登場でございます、はいはい、よろしくお願いします。お忙しい中ありがとうございます。はい、ね、前回に引き続き第2弾ということでね、はい、やってまいりますけれども、はい、まずその前にお菓子の、ね、はい、はい、説明をいたしましょう。はい、また今週も、はい、蒲生郡、滋賀県蒲生郡日野町の、はい、宇治里さん、角屋さんの、宇治里、蒲生宇治里まんじゅう、はい、と、と、伊賀まんじゅう、はい、伊賀まんじゅうでございます。ピンクと赤 の、 あのピンクと白の紅白の伊賀まんじゅうです。はい、はい、こちらの商品はん、こちらの商品は僕が大好きなお菓子はい、ね、紅白で可愛いじゃないですか。そうそうそう、ね、お祝いにも持ってこい、こしあんの入ったお餅 の、 あの表に、はい、食紅で色をつけたピンクと、うん、それから色をつけてない、白いもち米を、はい、蒸したものが、上に貼り付けてあるんです。おいしい、こしあん好きにはたまらない商品でございますのでね、はい、まあ、まあ一応代表価はこちらですね。はい、ね、どうもどうもよろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、さあさあ今日もね、はい、お話聞こうと思います。前回は水素とはというお話をさせていただきました。で、ね、視聴者から質問がございまして、はい、水素は主に何にこういいのですか、はい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 、とかまたあとご購入方法だったり、うん、どこで売ってるんですか、はい、など質問をいただきました。はい、ですのでその辺のね、回答を会長にお願いしたいなと思っております。はい、お願いします。はい、水素はですね、はい、まず体の中でストレスがたまると、うん、活性酸素というのが生まれます。それはミトコンドリアが死んでいくと、はい、ATP というエネルギーを使えないんで、そうすると悪玉活性酸素、ヒドロキシラジカルというですね、はい、これドイツ語なんですけど、その活性酸素がたくさん体の中で出てきて悪さをして細胞とか血管とかを死滅させてしまうと、遺伝子もですね、それを水素が、なんとですねたくさん入れるとその活性酸素をやっつけるということをですね、2007年の5月7日に、うん、太田教授がですねネイチャーメディシンで発表したことから大きく取り上げられたと。ただ自分はその太田教授が、世界中のニュースに言う前にもう水素をやってました。ここが大きな特徴ですね。はい、はい、はい、あ、ここで一度コマーシャル挟んでください。はい、どうぞ。どうぞ。スタジオセブンカラーズ、駅近でアクセス超便利な多目的レンタルスタジオ、歌やピアノのレッスン、会議、懇親会などなど、壁一面鏡張り、ピアノ音響設備も常備で様々なご利用に対応。地下鉄御堂筋線西中島南方駅から徒歩30秒、入会金年会費は無料、さらに備え付け設備がなんと0円で利用可能。お問い合わせはこちらまで。ホームページはスタジオセブンカラーズで検索。スタジオセブンカラーズ。はい。はい、ね、水素のこと、はい、今ねお話しいただきましたけれど、はいはいはい、その前に私すごく気になっていることがあるんですよ。話が飛んじゃってごめんなさいね。はい、会長のこの格好なんですけれども、はい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 、サムエルっていうんですか。サムエ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 っていうね、はいはい、この。この格好は何かこう、この格好をし始めたのは、はい、まあ、普段実は水素以外に研修、心の研修をやってるんですけど、はい、その時これ着てまして、うん、それまでは一般の人と会うまでは2012、3年まではサムエは研修だけで、あとはスーツ着てたんですね。はい、でスーツ着ると、はい、大阪の南にいっぱいいそうな黒い車のベンツ乗ってそうな、はいはい、ちょっとね、親分のような感じの方に見られてて、はい、誰も名刺交換してくれないと、経済界クラブ行ってもちょっと場違いの人が来てるなということで、ちょっと怪しいっていうことになって、あ、じゃあこれはもうずっと寒い来た方がいいなってことで、そこから寒いを着て、はい、自分の心を精進させて、はい、生き方も精進させて、まあ、そういったことも
考えて来てます。あとは海外に行くと、例えばなんでしょう、フィリピンとかインドネシアでもインドでもスラム街という、もう一般の日本人が行って、はい、もしロレックスの時計でもしたら、はい、腕がなくなっちゃう場所があるんですよね、はいはい、本当に危険な場所が。だからフィリピンの方でもちょっとしたお金持ちは一切いけないような場所にボランティアで行くじゃないですか。でこの格好で行くと歓迎されるんですよ、はい、もうお寺のお坊さんが来たのかなという感じで思われてて、もう多分普通のもうロレックスでもはめたりとかちょっといい格好してたら、多分最後ふんどしでその街を出てこないから追いはぎに合うぐらいの。一回すごい子供たちがいっぱいいて、お金を少し上げちゃったんですよ、はい、そしたらもう向こうの方からうわーって人が来て、大人も来て、危険だなって命の危険を感じてるぐらい、ら世の中ってそういう世の中もあるんで、まあ、だからこういう格好してると安全と、あとはいろんな人が安心する。逆にこういう格好、自分のを、見た目を見てお坊さんかもしれないなと思って癒されるというね、まあ、そういうことでこういう格好をしてます、はいはい、私のね、こうなんか疑問が届けましたけど、はいはい、まあ、お坊さんみたいに見えるっていうのはもう一つね、はい、要素がありますから、はいはいはい、清水さん、なんか水槽についてお聞きしたいことありますか？はい、いっぱいありますよね、うん、いっぱいある。何から聞いていいんやろうな、うん、まあ、僕も水槽、サチさんから のご紹介で、はい、飲むようになったんですけども、うん、でもやっぱり体の調子はやっぱり良くなってると思いますよ。あ、うんうん、まあ、僕も、ね、前回も言ったように、うん、11年前と1年前、うん、2度脳梗塞、うん、それから10年前には狭心症のバイパス手術を受けて4本つないでるんですよ、うんうん、で、まあ、体外見から見てたら、まあ、今回ちょっと少し痩せさせてもらったんで、うん、悪いのって聞かれるんやけど、うんうん、そうやけど、うん、そういうことに対して もう すごく効果って言っただけですよね、うんうん、良いんですよね、うん、元気になってたんですね。元気になった、はい、元気になった、はい、治る効くはね、薬不自法というのが使う、はい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 、それはお医者さんに任せて、はい、で例えば、癌が気になる方、糖尿病が気になる方、気になる方は OK なの、はい、ね、うんうんうん、あともう一つは、癌が元気になった、糖尿病が元気になった、元気になったっていうのも表現は OK なんだけど、うん、その意味っていうのは、例えばステージ4の人が今ステージ2になっても、うん、癌であっても日常生活で元気で過ごしているよという意味なの、うん、だから治ったということの意味じゃない、はいはい、だから薬事法というのをちゃんと勉強すると分かるわけ、ね、うん、はい、そのね、水素を、まあ、摂取されることによって元気になられた方っていう方、うん、たくさんおられると思うんですよ、はい、そこはもう本当に万病難病なんかもね、うん、おられると思うんですけど、うんうん、主にどういったこの難病万病なんかをね、うん、で元気になられた方のお話っていうのをちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、うん、ね、うん、今まで自分は2014年間で6000人近くの人がうちの水素飲んで、元気になって、うん、でよく言われるのは、命の恩人、だから普通の仕事って飲食店も何でもそうだけど、ありがとうございましたって言われることは当たり前でしょ、はい、なんか仕事でもありがとうって言って、うんうん、命の恩人って言われたことがある仕事ある？命の恩人ですって、命の恩人なかなかないです。そうだから、この自分は水素に出会って命の恩人ですって言われた人がすごく多いんですよね。例えばもうお医者様から諦めた、逆に言うとこの製品意外と普通のサプリメントよりもすごく高いんで、はあはあ、いいものなんで、逆に言うともう現代医療でももう難しくなった人たちがこの水素 を最後、はい、聞いて飲んで元気になってる人が多い、まあ、だから何ですかね、現代の医療っていうのは薬、悪かったら薬出せばいいだけですよね。で薬っていうのは分子が大きいから細胞の中に入んない、そう、細胞とか核の中まで遺伝子まで届かないほとんど、ほとんど。ただ水素っていうのはもともと遺伝子の 60% 水素だし、細胞全体見ると細胞の 73% 水素だから、その水素をたくさん入れることによって細胞が還元されるんで元の元気な体に戻るわけ。だから水素はね、病気を治すんじゃなくて元に戻すって言った方が正しい、うんうんうん、ということはですね、はい、まあ癌で悩んでおられる方、うん、リウマチ、うん、で清水さんみたいな脳梗塞、うん、あと何
難病、あとモヤモヤ病って今ありますよね、うん、あ、はい、ああいったものにも、そう、結局細胞の中の活性酸素が、うん、要はあの老化した細胞、もうほとんど死んだ細胞が元に戻るってことを、広島県立大学の三輪教授が動物の実験でもそれをもうね、ネズミでももう証明してるし、あとは今コロナっていうのがねちょっと問題になってるんだけど、はい、中国ではあのコロナの治療に水素をほとんど使ってると、まあ、これは、太田教授っていうね、あの先生がもうあのよくいろんな講演もしてますし、あとマレーシア政府 の厚生省のホームページ見ると、治療としてもう水素を使いなさいと、予防として水素を使いなさいということを、はい、コロナ予防でもちゃんと謳ってます。なんでそこまで今現在は水素っていうものが注目されてきたということでね、あの本当にだからあの病気を治すんじゃなくて、元に戻すで、はい、特にうち あの今扱ってる水素の素晴らしいところの特徴は SGS って聞いたことありますか？ SGS 聞いたことありますね、はい、世界の世界検査検証、はい、臨床機関で、例えば食品であれば473品目の毒素検査、農薬検査がありまして、日本にあるサプリメント、アメリカのサプリメント、中国の漢方は平均一つ あの商品に対して128種類から、まあ、150種類ぐらい毒が出るんですよ。実は毒が出る、ね、でも安全ですよと言って、はい、販売しちゃったんですね。でうちのは473品目の毒素検査は何個出たと思いますか、毒が。じゃあゼロですか？ゼロ正解。おー、でだからあのなんだろうね、すごいことですよね。そう、世界で初めて473品目中ゼロというね、すごいあの記録を持ってるんですけども、はい、で今日本全国でも6000店舗で水素はあの店舗でも買えます。あとはあのなんだろう、個人でも代理店になっても買えますし、 あとは最初にやっぱ水素飲みたいんだけどちょっとお金もかかるし、ちょっとあとは試したいということ でそしたらそんなことを言ってたら、ここの本に書いてある白川太郎先生とひょんなね、あの水素の勉強の出会いで会って、はい、この先生がまあ、いろんなところの水素があって、その中でも私が選んだいい水素を、モニターとして、うん、今募集したいからちょっと手伝ってくれってことで、うん、ズームモニターを2回出てこの、うん、先生の本をの感想文を述べたら、なんと5万円分の水素がもらえるってことがですね、すごいですね、あるみたいですね、はい、じゃあもう体験もできちゃうって、はい、体験もできちゃう、はい、ね、だからね、モニターとして研究材料で、あなたは飲んでね1ヶ月目、はい、1週間目どうなりましたかっていうのを論文として発表したいということをね、本当に今ねあの言われています。で自分もですね、実はあの世界中今会社横浜、福岡、あとマレーシア、インドネシアに持ってるんですけども、はい、で次は、台湾に年内に作って、なんと今あのカナダの商工会議所と手を組んで、2年後ね、はい、カナダに感謝株式会社を、はい、カナダの法人を作って、はい、その3年後だから5年以内にニューヨーク上場を目指してね、優秀な会社になろうということを海外で、の方で拠点に決めました。わー、素晴らしいですね。すごいね、はい、このあのね株式会社、はい、ドクターズファーマさんとですね、はいはい、感謝の株式会社さんということで、はいはい、両方ともね代表されているということです、はいはい、この2つの会社っていうのはなんか違いというか、違いはあのね、はい、ドクターズファーマは企業さんに商品を卸すんで、だいたい1000本単位で注文、1ヶ月もう1000本単位で買えるとこで、店舗が持ってて、例えば280店舗のお店持ったり、はい、70店舗とか持ってる、はいはい、で日本全国のエリアに分かれて、だいたい総総数6000店舗ぐらいの店舗に卸してます。あとは感謝株式会社の方は一個人でも起業してみたい、例えば、定年退職してご夫婦になって2人で見つめ合った時に何かするものない、あ、じゃあだったら健康なビジネスやりたいねということで、じゃあそのビジネスのお話を聞いてチャレンジしようかなという、だから第二の雇用、自分で、まあ、社長になれる、ちっちゃな社長がなれるっていうのが感謝株式会社の大きな特徴です。その時に必ずご紹介者がいないと
面接がないんでね、あの企業に面接がないんで、要はあの代理店の人が面接したような形で、ご登録ができるような仕組みになってます。なるほど。もうあの水素のことに関しても、はい、モニターのことに関してもですね、はいはい、あとそうですね、今の事業展開とかいうことも、うん、全てねこちら、はい、こちらまでお問い合わせ、はい、聞きたいこと全て Facebook でね奥村幸までお問い合わせください。はい、はいはい、奥村幸までぜひね、はい、お問い合わせいただきますと、もう全てお答えさせていただきますので、はい、もう購入方法も全てお答えさせていただきます、はい、一度もうちょっと話聞きたいぞと思った方、はい、ぜひこちらまでご連絡いただきたいと思います。はい、すごいですよね、はい、本当にすごい。私ねもっとね、うん、その体験談聞きたいですよ、うん、本当に体験談聞きたい。じゃあ、一応この参考資料からね、うん、はい、参考資料から、はい、こちらね、ほらあの自分の口じゃなくてこの本の参考資料からね、はい、一応ちょっと、はい、あのお話を、はい、させてもらうと、病気で困ってる方いっぱいおられますもん ね、 本当にね、で白川太郎先生のこの本で、はい、何ページか忘れたけど38ページかな、なんかね 80% あの末期がんになると、うん、特にあの皆さんは多分ご存知ないと思いますけど、抗がん剤っていうのは水にしか溶けないんですよ、はあはあ、だから血液イコール水、そういったものには、十分なあのがんの治療薬に使われてるらしいんですけども、実はあのリンパっていうのはあのほとんど人間の体のリンパは90% 以上油なんですね。油なんで抗がん剤はほとんどあの抗酸化剤は入りません中に。だからリンパがんだったらあのほとんどもう治らないでしょうと。でそこでこの30年間あの末期がんになった人の患者さんは 7% しか抗がん剤をやってもあの治らないってことを書いてます。でそこで、白川太郎先生の本には、水素カプセルをですねあのたくさんの臨床実験で使ったところ、なんと末期がんの方が 80% の方が今元気で過ごして、改善されています。 20% の方は、残念だけどお亡くなりましたということなんです。だから逆に言うと、病院のお薬では、入院しても、100人中7人で93人はご臨終、はい、ただ、こちら の、 あのなんですか、白川太郎先生がおすすめしてる、知ってる白川太郎先生が知ってる水素ではなんと、100人中80人は元気になるよってことになってます。そこが大きな特徴で、あと飲んでる方たちがすごいですね、ソニーの井出会長ですから、ね、お今出てますね、お写真載せております、はいね、あとはね、あの千本会長と言いましてね、はい、千本幸男先生と言いまして、元、KDDI の創業者ですね、稲森会長とね、創業して、その後 e モバイルっていうのをね、はいはいはい、別に単独でね上場させて、今レノバという会社の一部上場企業の会長様ってますし、そういうね先生から、あとはね、まあ、味の素の宇多田会長95歳ですね、そういった方とか、まあだからほとんどの上場企業の社長は飲んでます。あとは飲んでるよね、水素を大体ほとんどの人が飲んだことを知ってるってことですね。あとは病院の先生なんかも今後水素を取り入れていくところはすごく増えてるということをね、もう世の中で分かってますし、で自分の方もですね本当にいろんな方とお会いして、ありがとうありがとうと日本全国で言われてですね、で、あのここに書いてあるのはがん、糖尿病、高血圧、あとは喘息、パーキンソン病っていうかね、認知症とかも、いろんなものがね改善されましたよってことが、白川太郎先生はお医者さんで、このお医者さんの本には書けるらしいんですね、はい、うんうん、で川端秀夫が出した本には書けないということでね、はい、だから川端あくまでもね、これはね、あの白川太郎先生の本なんでね、はい、はい、だからまあ自分もですね、まあ、今、海外の方の VIP の人ですね、マレーシアに会社を持ってるんですけど、そこは2兆円企業の風公爵で、マレーシアの公爵であり世界華人協会の660万人のナンバー2の副会長の風さんという方と今ね、あの一緒に会社を起こしていただいて、その方は何がすごいかというと、生まれ、あの20歳から、ガソリンを自分で入れたことないって、最初出会った時中国の上海の方で出会ったんですよ、うん、そしたら
まあ、中国政府から自分は実は呼ばれてて、はい、水素を政府の下で販売したいという話になって、うん、そしたらたまたま世界華人協会の副会長がいまして、お話ししたら、僕はあの B 型肝炎で、28年間あの治ってないと、そんなあの、ね、あのもしかしたら可能性があるものがあったら飲みたいと、はあはあ、で言って、じゃ あのマレーシアに来てくれと言われたんですね、うん、でわざわざマレーシアまで行かなきゃいけないのかなとその時思ったんですでそんなに思ったら、なんか本人が、僕はロールスロイス20台持ってるし、どう、ね、お金持ちだし、なんだっけな、自分どこ の, あの毎日散歩する庭が4キロあると、で家いっぱい持ってるという、この人眉唾かなと思った時に思った時に、ガソリンもね見たことないって言って、まあ、とりあえずアポイント取って行ったら、あのロールスロイスじゃなかったけど、ベントレが迎えに来たんですよ、はい、ベントレ、はい、で、まあ、ベントレを迎えに行くんだ、はい、思って、あでも1台だろどうせと最初カローラが来るからだったら、はい、ベントレが来て、で、乗って行ったら、あのベントレの運転手がいなくなったなと思ったら、次はあの中華料理食べた時に、うん、ロールスロイスが来たんですよ、だろ、あ本当だったなと、それでなんかもうすごい、あのそこから支度されて、で本人も飲んで3ヶ月間でB 型肝炎っていうのはもう、向こうのお医者さんの話だと出てないと、本人もそう言ってて、これはあの100万人に1人ぐらいたまたまそういうふうにいきなりあの長年の病気がなくなる人がいるかもしれないという話をされたらしいんですね。それでその水素をまた友人の B 型肝炎のお金持ちの方たちにマレーシアで飲ましたら、だいたい3ヶ月とか半年で B 型肝炎とかあの C 型肝炎の人たちが普通にみんな元気になった。それで、自分と契約したい、自分と一緒に会社を起こしたいということで、本当はあの日本人があの一緒に共同経営するときは1500万以上のお金をあの委託金で出さなきゃいけないんですけど、うん、それも向こうが全部出してくれて、はい、工場も作ってくれて、で今後だからコロナ終わった頃にはもう、世界中に、行く予定になっています。うん、はい、まあ、インドネシアも別にありますけど、まあ、いろんな国で今注目されてるんですね。はい、悩んでおられる方ね、はい、ぜひモニター制度もございます、はいはい、ぜひ、あともう大切な方はね、今ちょっと悪いんだとか、うん、ね、悩むことがあったら一度ご連絡いただけると何か力になれるのではないかなというふうに思いますね。家族がね多分喜ぶ、うん、嬉しい、だってずっと長年、ね、病気してる人って必ずね悩むの、ね、苦しいの、でもそれがなんだろう、普通に元気になって、あれがんってやってたっけっていう。この間も向井さんっていう あるね有名な先生でね、なんだっけな、小学校の方でなんか字じゃなくて、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけな、藍染め、そうそう、はい、藍染め、はいはい、藍染めをやってる先生で NHK に出るぐらいすごい先生なんですけど、その先生が去年、実は末期がんが見つかって、もう着替えるだけで45分かかって痛かったと、ね、お風呂入ってね、はい、ところが、まあ、あの水素カプセルに出会って、2ヶ月後には少し良くなって、要はご飯も食べれなかった、物も持てなかったのが今歩けるし仕事はできるし、もう笑顔で話せるし、でどうなんですかって言ったら、いや私って末期がんだったかしらって忘れるほど、家庭の中が一変に明るくなるんですよね。だからなんだろう、そのものに出会わなければ、はい、多分普通に末期がんになると7年は付き合う、長く生きてもね、はい、7年間ベッドと付き合って病院と付き合うのは、3ヶ月半年で卒業したら安いよね。そら人生ってやっぱ健康が一番だから、そういったことに関してはやっぱり喜ばれてるし、やっぱり感謝されてるものが今うちの事業かなと思います、はい、だから病気になっちゃったから飲むのではなく、うん、なる前からも、うん、だから飲んでいただいて健康を維持していただく、ね、これがだんだん分かってきたのが、うん、美容師なんかはそのカプセルを外してシャンプーなんかでやって、はい、プラスあのカプセル外して顔とかフェイスとか肌とか塗ってマッサージするところがあって、そうするともう全然肌質が変わると。だから若い人の中で今ブームなのは、老化を防ぐためには最強の抗酸化パワーを持ったこの水素 あのエステがいいよって形で今流行ってますね。なるほど、水素はね、はい、だいたい飲むとか吸うとかのイメージなんですけれども、はいはいはい、
この感謝さんのですね、はい、水素は実はあの錠剤になっておりまして、はいはい、こう解毒カプセルなんです、ハードカプセルで、はい、解毒と中にナノ化した、はい、本当にナノ化、肌からでも入っていくような細かい、はい、粉状のもの、粉状になってるんですね。でそれをほどいて、はい、頭にシャンプーしたりとか、そうそう、お肌に塗ったりとか、痛いところにクリームに混ぜるというだけで、うん、本当に痛みがスッと引いてくる、はい、本当に不思議な、ね、商品なんでございます。これが今もう病院でも、ね、使われているのかな、うん、そう、病院では名前が変わってね、名前が変わっちゃって、これあんまり言っちゃいけないから、はい、病院では定価の3倍です。お医者さんが出すから、はい、お医者様っていうだけで、ね、高くなってしまうという大人の事情がいろいろありますけれども、そうそうね、はい、いろんな事情があります、ね、はい、そんな商品を扱っておりますので、はい、ぜひご興味、ね、はい、ある方ぜひともこちら、はい、奥村さしまでご連絡いただきたいと思います、はい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 、それでは CM です。コマーシャルです、はい。ご紹介もちょっとしておきましょう。今のお話いただいたほとんどのことはこちらの本に書いてございます、はい、こちらはですね、書店またはアマゾンなんかでね売ってございますので、ぜひ皆さんご購入いただきたいと思います。そして実は166ページを開くください。はい、はい、私のね、はい、私も載せていただけたんです。はい、ですので、ね、ぜひ皆さんご購入いただきたいと思いますけれども、はい、私も載ってございます。そして体験談もいっぱい載っておりますのでね、一度お手に取って読んでいただくだけでも、ちょっとなんかカプセルというか、うちの水素に ね、はい、興味を持っていただけるのではないでしょうかと思いますので、ね、ぜひ皆様健康で元気で、ね、過ごしていただきたいと思います、はい、それでは次回の放送日は6月14日、はい、6月14日です。それではこの番組、このお時間、はい、このチャンネルでまたお会いいたしましょう。それではまたね。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。